ちょなさいと。カオルさんどうもお疲れ様です。うん、実は、はい、カオルさんに素敵なプレゼント。嬉しい。まだ言ってないの嬉しい。いやいや、プレゼントで嬉しいやん。適当だったらない。いや違う違う、プレゼントって言ってくれ嬉しいやん。実はカオルさんに特別にプレゼント。怪しいんだ、うん、なんで怪しいんか。めっちゃまともなプレゼント。本当に？見せてください。ええー、なんと、おはようございます。おみえさんです。おはようございます。おみえさん二人でね、太宰府にやってまいりました。目的はですね、カオルさんの合格祈願ということですね。ですがまずは腹ごしらえ。でもまあまあ意味ある腹ごしらえ、うん、ということでやってきたのは一蘭でございます。一蘭なんですけどめちゃめちゃ広いです。並んでおります。どんだけみんな一蘭好きなの。あれ、うんうん、そう、お目当てのねラーメンがあるんですけど全く人が多すぎて見えません。うん、それをこれに入れてお守りになるらしいんだ。こういう風に面白くね、うん、俺はやろうこれ、うん、お目当てはこの合格セット、そして合格ラーメンですね。これじゃ1個入れる、うんうんうん、でお釣りを出してお釣りが590円、ね、カオルにあげる、うん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 、これ590円儲かるんだ、カオルに何もしてないんだ。開けてスカッチを許せんの。頑張ったんや、今まで勉強でさ。意味わからんくない、この斜め線どういうこと、ね、こうやってこうするってことだね、こう。あいいよ、どうせカオルがにあの用事があるのは中身だけや。いや、なんか足りんとき出してなんか、あ、ちょっと500円足りん。確かに。でもほら、うん、はい、それじゃあカオルにやあげましょうね。はい、プレゼント、うん、どっか直すとかある？俺のバッグに入れとこうか。OK、入れちゃう。入れとく？落としたら終わり、うん、お父さんで持って帰ったら終わり。確かに。さあな、どれぐらい待ったんやろか。30分ぐらい待った待ったと思う。だいぶ待ちましたけどね、ようやく一番前に来ました。そしてちょっと注目してもらいたいんですけどね、前よく見てください。あの空席案内板のところにトイレのマークがあります。受験にイコール、うん、という意味です。ちょっと洒落てます、ジョークが。んここ、うん、こうやな。合格橋が来ました。初見と応援用紙お預かりいたします。
そして後ろ注目してもらいたいんですけど、かわいい、絶対に落ちないそうですこんな工夫が。そして箸がね、五角形だそうです。箸まで五角形、本当よ。え、あ、遅い。トールサイズ、トールサイズってこと、グラスが。それにしてもかわいい。ご覧ください皆さん、このパーマ姿。今日ね、俺の好みに合わせてパンをかけたり、いや、パンもそうでかしら、カラッコに服着たり、足出してくれてね、ブーツ、完全に俺の好みに合わせて。何言うとか言われそうやん、言えないの言ったやんとか言われたらどうしようと思って。あ、これじゃもう。先に失礼します。はい。申し出しました。合格です。合格です。ありがとうございます。ありがとうございます。お待たせいたしました。合格です。はい。ありがとうございます。やってまいりました。では失礼します。はい。これが失礼します。合格ランクですね。辛さ3倍でございます。私ちょっと多め、あ、5倍か、うん、ちょっと多めですね、うん、はい、どうぞ食べてください。でこれが合格セットですね、卵とチャーシュー、メンマ、海苔がついてます。そして注目は何といってもこの麺の長さですね。見たい見たい、揚げてみます。この長さ59センチでございます。はい、どうぞ食べてください。ちょっと怖いけど、これじゃ怖いけど、いただきます。じゃあいただきましょう。いただきます。麺1ミリも映らんけどごめんなさい。いいよ、水映らない。いい感じの、あれね、すぐ食べれる感じ、うん、面白いときやすいんだけど、五角形ね、それがすりにくい。なんで、あ普通俺、ラミ使わんで、うん、こうやって飲むね、うん、やりにくい。確かに、ここからしか飲めんくない、うん、え、それ用の矢印これ死ぬ。そういうこと？違う？この矢印。うん、これこれ。そういうことか。汁の量じゃない？どう？多分。でさ、汁の量したら何かあるんかな？え？汁の量したら何か書いてるかな？この間違いないでしょうね。え、俺は飲みですけど、皆さんも飲みです。
はい、食べ終わりましたが、やはり予想通りですね。丼の下に決定と書いてあります。これね、タオルも豪華化決定するじゃないですか。ということで、おいしも食べ終わりましたので、はい、一回出ましょうかね。では、いよいよ、本殿の方に行きたいと思います。はい、ごちそうさまでした。こういうのいいね。こういうのお守りもらうより嬉しくね、こっちの方が。うん、なあ、使える。お守りも嬉しいよ。鉛筆にしようか。うんうん、五角形。うん、誰がいい？かっこいいな。これ？ RGB。これが2D。 ちょっとこれ、うん、これにしよっか。うん、いいよいいよ。え、何の話？え、何の話？怖いんですけど。これをください。はい、こちらのやつを、うん、入れて、はい、二人の共同作業でですね、入れるだけ。そして、これをね、カオルに持っていきたいと思います。これでも完全に浮くからな。分かる分かる。浮かなかったらこれ俺たちが責任取ってね。もし落ちたら二人で罰ゲームでどっか二人で泊まりに行くってことね。私の罰ゲームですよ。いや、俺も俺自分で泊まるとか。カオル、落ちたの大丈夫ですダメです、ね、ちゃんとね、カオルがうっかりますよ。私、あそこで下ない、うん、今言っちゃいけんか、うん、いやいや、いいけど、まあ、俺は心の声が出ちゃったのからしいけど、俺がお祈りしたのかうるさかったしはい、ということで、持って帰りたいと思います。くれるといいな。見せてください。え、太宰府天満宮。なんと、何、薫さんが試験があるということで。え、優しい。すごい太宰府まで行ってきて。うそ。ちょっと開けてください。まずはその大きいやつですね。はい、これ合格祈願の鉛筆です。マジすごい。もう一個はね、一番のあそこさ、他に出ちゃいます、うん、に合格セットちのがある。五角の丼に59センチの長い麺、うん、1450円かなんかのセットなんやけど、うん、2000円入れたらお釣りが590円になるということで、590円合格ということで、これに入れて持っちゃったらお守りになる。この590円をそのままカオルさんにあげます。ありがとうございます。すごい、という名目でですね、実は僕は彼女と2人で。あ、なるほど。おや、良い子だね。楽しいデートしてました。ありがとうございます。はい、ということで、ありがとうございます。一緒に行ったおまじさんに一言。はい、おまじさん、最近会ってないんで会いたいです。はい、ということで、就職の試験がね、もうすぐあるんで、ね、ですけど、まあ、もしこの今後ね、この動画で、動画内でこの話題に触れなかったら、まあ、そういうことなんで、そっとしておいてほしい。そっとしておいてください。でもし、受かったらね、大々的に受かりましたということで報告してもらって、はい、じゃあ頑張ってください。頑張ってください。はい、ということで、サプライズの太宰府珍道中でした。すごい、すごい。ご案内申し上げます。本部では令和9年河原の2段階1122年ベスト幸せになりますように。太宰府天満宮、お願いいたします。